はい、1178回始めます。琉球新報からですね。はい、まあまたね、わいせつ系の話でね、これ、うん、多い時は多いんだな。1回前、1177回はなんかね、これまだね、ちょっと汚い話だったんですけど、今回のはね、もう心が汚いっていうかね、まず、琉球新報、強制わいせつ容疑で、なんと、元児童相談所の職員、起訴ということでね、那覇地検、沖縄の話です。沖縄県ね、那覇地検は30日、5月30日ですか、つい一昨日の話ですね。沖縄県のね、児童相談所の、児童福祉士、これ福祉士の士がね、最後の士、福祉士の士が、あの、なんか司っていう字ですね、児童福祉士という立場で面接中に女子児童ですよ、女の子、ね、女子児童にわいせつ行為をしたとして強制わいせつ罪で、沖縄の男32歳を起訴したと、とんでもないですね、児童相談所で児童福祉士なんていう立場、児童福祉士の男が、ね、女の子と面接中ですよ、女子児童と面接中にわいせつ行為をしたとして起訴したと、32歳の男、いや許せないですね、本当に。地検は認否を明らかにしていないと、まあ、本人認否、まあ、もしかしたら否認してるのかもわかんない、起訴状によるとこの被告ね、32歳の男は3月下旬に沖縄県内の小学校で、13歳未満の女児にわいせつな行為をしたとしていると、県内の小学校書いてありますね、県内の小学校で3月下旬13歳未満の女児にわいせつな行為をしたとしていると、関係者によると逮捕当時はやりましたと、容疑を認めていたと、まあ、現在の認否はわからないと、まあ、明らかにされてないと、被告は2020年度から児童相談所に、3年間、在籍し任職しってか、まあ在籍、3年間在籍し、2022年から、児童福祉士という立場で勤務、今年4月に、まあ、別部署に移動したんだけども、あの児童との面接などの状況に精通し2人きりになった際に犯行に及んだと、でわいせつ行為の様子をスマートフォンで撮影し数分間の動画を保存していたと、沖縄県は事件を受けて、沖縄県の、ね、各課の社会福祉関連業務に、における面接方法の課題を洗い出し再発防止を取り組むと方針を示したと、まあ沖縄ね、沖縄県がどうのこうのっていうつもりはないですけど、まずこの児童相談所の職員が児童に手を出してしまうとね、これは本当にね、まあよくある、まあね、男性の保育士がね、女児の女の子、ね、あの保育園の園児に手を出すとかね、わいせつ行為するとかありますね、お医者さんがね、女性患者のとか、本当にこのチャンネルでも随分扱ってるんだけど、その自分の立場を利用してね、でこの児童相談所のね、人がね、そんなことするなんてね、学校の方も思わないし、親も思わないし、で学校の先生も思わないし、おそらくその児童の方だって思わないと思いますよ、児童福祉士なんていう肩書きなんだから、それがね、部屋で密室で二人きりになった途端に動画撮ってみたり写真撮ってみたりわいせつな行為してみたりっていう、これ本当にね、自分の立場悪用してやるやからっていうのは本当に許せないね、本当に子供からしたらもう誰信用していいんだか分かんないっすよね、これじゃ、いや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 っていうね、本当に多い、こういうことしたいがために児童相談所の職員になったのっていうね、こういうことしたいがために保育園の保育士になったのとかね、そういう人いますよね、
あの女子高生に手出したいから高校の先生になったんですかみたいな人結構いますよね、そういう人ね。動機不順っていうかね、あのもう困った世の中ですよ、本当に。まあ大概ね、わいせつ行為の加害者これ男だからね、同じ同性の男としてはね、本当にね、あの嫌になっちゃうんだけども、もう女性の皆さん申し訳ないっていうね、本当に。もうだから男性恐怖症の女性もなんか増えてるみたいね、最近ね。そういや、こんなニュース毎日見てたら男嫌になるよ、こんな男ばっかりなのってなっちゃいますよね。女性の皆さん本当申し訳ない。あのまあ中にはあのね、うん、中にはっていうか、まあ大抵の男はねこういう人じゃないから、まあ、安心してもらいたいんだけども、中にはこういうのがねいると、うん、もしくは裏の顔でこういう顔を持ってる人がいるという場合はあるんでね、あのまあ自分の目を養うことですよ、うん、人を見る目ね、養うことですよ、はい、男を見る目ということで終わりにしたいと思います。1178回、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。